どうも、高井です。生かす学習、正位置と繰り返し、基礎は必須。正位置とは何なのか。私は今こうやって動画で日本語で話してますけど、その日本語が皆さん理解できるからこそ、ふんふん、そういうことかって理解しやすい。それは基礎ができてるからです。私はこれから日本昔話を話しますって言って、ふんふん、なるほどね、そういうストーリーがあるんだって理解できたとしたら、それは頭の中で整地化されて解釈しやすいっていう状況になったからです。それさえ理解できていれば、この本は大体はもう 20% どころか 80% は理解できたんじゃないかな。この本の中では学校の先生が、私のね、過去の経験上ではありえないような授業をやってるんです。私が今まで受けてきた授業っていうのは、時間が経ったら先生が自動的に答えを書いちゃうんですね。書いちゃうんです。いや、まだ解けてないんですけどって言って、この結果何が起きるかって言ったら、待てば答えを教えてくれる授業になっちゃうわけですよ。そうじゃなくてね、この本の中では10分20分経ったら生徒たちが難しそうな顔してる、そろそろヒントをあげよう、黒板に書く、また10分20分経ったけど結構まだ難しそうな顔したな、じゃあまたヒントをあげよう、答えを教えるのではなくヒントを差し上げるって感じですね。これは非常に好印象でした。ヒントをくれたらそれ以上教えないで、あとは自分で解くから、自力で解くから。生徒たちの真面目で必死な顔がね、この本には描かれている。それから授業が終わるくらいの時に、その授業で印象に残ったこと、なるほどねーとか思ったことをノートに書いていく。そして討論する。これすごいよね。書くだけじゃなくて話をするっていうことも授業に含まれているんだよ。私はこうやって本を読んでアウトプットをするっていうのも討論の一つに含まれるかもしれないけど、アウトプットすることによって自己は形成されていって、話をする、主張をする、そういう子供たちが育つようになるよっていうことが本、この本に書いてある。皆さんもこの本よりはおそらく、どうやったら自分自身が自分自身の考えを持てて行動に移せるとかっていうことが将来的には生かされていくんじゃないかな。この本は特に親御さんに読んでほしいかなって思ってます。まあ、学校の先生は特に読んでよねって言いたいんですけどね。皆さんも読んでください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。